Good morning, hello, evening, how are you doing, guys? 今日は何日目や、Day 16. はい。今日も素敵な一日をお過ごしください。Have a lovely day!朝散歩、行ってきます。今日は曇ってますね。今日日曜か。知らなかったけど。いただきます。さて、今日も英語勉強、頑張っていきましょう。リサとリスが名前で YouTuber か。I think it's a really cool thing. It has maybe we got a lot of phrases of the day. 今日はですね、アメリカ人同士の日常英会話で出てきた nut という言葉。これいくつか表現あるんですけど、まあ、基本的にスラングとして使われます。今日出てきた使い方で言うとクレイジーなやつですね。変なやつ、おかしい人、頭のおかしい人、 nuts。 So take care if you broadcast yourself on YouTube because there is so many nuts out there on the YouTube. Don't really care about the word they saying. YouTube 始めたいならもう YouTube にはもう変なやついっぱいおるから、彼らのアンチコメントなんても気にしない方がいいよ。まあとにかく、まあ、やることに対してであったりとか、その人に対してちょっとおかしいんじゃないかっていうのがまず一つで、もう一つの意味はですね、これは crazy about と同じ使い方ですね。まあ、crazy about も何々に夢中、何々もクレイジーなぐらい夢中だっていう意味と一緒で、まあ、何々マニア、その名詞なので人のことを指しますね。I'm really evangelical on nuts. I can even remember the lines from the anime and manga.めちゃくちゃエヴァンゲリオンのファンで、もうセリフですら覚えてんねん。まあ他にもいっぱい使い方あるんですけど、まあ、スラングとして。で、イギリスと英語ではまた違うくて、まあナッツといえば、ちょっと下ネタにはなるんですけど、まあ、睾丸ですね、金玉。イギリスで強く使うと。で、アメリカなら普通にあの金玉だったら、ボールズとからしいですね。ただなんかこのナッツとかは、小学生の男の子が使いそうなスラングみたいなので、少年の心がある人は使ってもみてもいいんじゃないでしょうか。Why does the speaker? 昨日オンライン飲み会をしました。あら。やっぱりアイスコーヒーにしてください。日が変わるとき。いただきます。うまそう。ジョルや。いただきます。はい、お疲れ様です。今日もやりきりました。 Day 16、今日はまあ普段通りですけど、まあでも一つ違うのはゴールデンウィーク中っていうことですね。まあやっぱりゴールデンウィーク中でもこの自粛期間中はあまり変わらずっていう感じです。では皆さん、今日もお疲れ様でした。 Alright, thank you for watching. I will catch up guys tomorrow. Take it easy guys. Peace.